38万6000。おはよう。ノンラブくんさん、おはようございます。ノンラブくんになったの？ノンラブくん、おはよう。おはよう。朝早いね。あちゃんさん、和戸さん、おはようございます。今飲み明かして電車乗って帰ってるとこです。電車で帰ってるんだ。9時間寝たから。9時間寝た。たくさん寝たね。
パチャンさん、ワドク、キング、ワドさん、今日なんだか優しい顔してる。そう？うん、シャカとペコのご飯作ってる。シャカとペコのご飯。あちゃんさん、うん、優しい顔。あちゃんさん、素敵。ありがとう。しょうちゃん、ご飯ね。ペコ、ペコ。釈迦のおやつがもうない。リスナーさんに送ってもらったやつもうすぐなくなっちゃうよ。ペコ釈迦フルーツ美味しかったでしょ。釈迦がこのドライフルーツ大好きで、これもうない。よかったね釈迦ペコ、ご飯までリスナーさんにもらってるよ。あちゃんさん、あれから映像少し進みました。いや疲れてね、爆睡しちゃった。あの動画編集すげえ疲れるんだよ。爆睡。唯一俺が頭使う時間だからね、動画編集。ちゃんさん、だからかなすっきりした顔してる。うん、大丈夫、今日の寝る頃には、今日の12時間後にはまたげっそりしてるから。赤いやつね。俺さ、新しい iPhone 欲しいって言ってたけど、実はめちゃめちゃいい方法考えた。 iPod Touch さ、2万円で買えるじゃん。あれをさ、配信用にすればいいんじゃない？ iPod Touch。 あちゃんさん、ワドさん偉人なんだけどな、なんでみんなに伝わらないんだろう。なんだろうね。いや別にこれいい人じゃないけど、ただいい人ではないけど、なんかすげえ悪く印象操作されてるっていう。やっぱ前科がでかいんだ。人はさ、ほら肩書きとかでさ判断するから。オルフレンさん、バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう、オルフレン。今日初アイテムかな。ちゃんと分かってるからね。オルフレンさん、携帯壊れて前のアカウント忘れた。あっと、ハル。あ、ハルさんなんだ。携帯壊れた。
とかをさ6万7万で買うよりもさ、iPod Touch 買った方がいいよね。ちゃんさん、いやよく飲んだ酔っ払い。どれくらい飲んだ？パチャンさん、まあ食べておけほしい M だがスラッシュパチャンさん、いっぱい会社わかんないよ。脱走犯さん、おはよう。おはよう。パチャンさん、ビールから始まり日本酒テキーラ焼酎。すごいね、3本だね。脱走犯さん、風船1個しかないけど。いるいる。いるよ。俺の障害年数を上げて。脱走犯さん、風船をプレゼントしました。 Thank you。 脱走犯さん、あげる。パチャンさん、ワドさん好きだあららら、スラッシュ。ありがとう。俺のこと好きなリスナーたくさんいるから困っちゃう。
何食おっかな。飯何にする？みんなご飯脱走犯さん、何あるん？何もない。脱走犯さん。何もない。脱走犯さん、朝はトーストがいいのは。ああ、最近トーストとか食ってないな。海の王子さん、おはようございます。おはよう、海の王子さん。脱走犯さん、腹減ったな。ねえ、お腹すいたね。いや、日報つけるから。ちょっと待ってね。仕事や、仕事。何食べようかな。うわ、昨日にやっと黒酢だよ。やっと昨日黒酢だ。嬉しい。うわ、黒酢久々。うわ、めちゃめちゃ嬉しい。昨日黒酢だ、気づかなかった。あー、何ヶ月ぶりの黒だろう。うわ、11月の11日からずっと赤字だもんな。えぐ。やっと日当1万超えたよ。お、延長します。きつかった。田中さん、今月。おはよう。おはよう、田中。田中って配信者の田中が好きなの？女の子の。あの子めちゃくちゃ美人だよな。知ってる？田中っていう配信者、めちゃくちゃ美人の配信者いんの。あの子まだまだ売れるだろうな。あの子のファンなの？田中さん、田中って配信者が出てくる前から田中デフ。知ってる知ってる。じゃあ違うのか。すごい美人の配信者。匿名係長ただの花火、ありがとう。花火をプレゼントしました。朝から景気いいね。今日は嬉しいぞ。ありがとう。おお、珍しい。どうした？ありがとう。
サンキュー。嬉しいな。いいことあった？ありがとう。ルナさん、寒くないの？田中さん、美人で急上昇だよね。あの子美人だね。映像編集385,500。美人だけど、なんかまだなんつうんだろうな、きつい顔だよね。くっと気の強そうな顔。配信は見たことないんだけど、サムネ見て、あ、すごい顔整ってんなと思って。カズ軍曹さん、今日は何する？今日何しようか。カズ軍曹おはよう、今日何する？26。なんかすごいらしいじゃん。聞いたよ、ヒカルくんとか、あの統合フェスの時に聞いた。なんかツイキャスでぶっぱねてるらしいね、閲覧1500とか言ってんでしょ。売れたなぁ。なんかのりゆきさんとコラボして売れたんでしょ。すごいよなぁ。のりゆきさんとコラボっていうか、まあ不祥事も多々ありみたいな。不祥事も多々ありって。あちゃんさん、やっぱりニコニコワドさんかわいい。かわいい。そうそう、かわいさでできてるから。カズ軍曹さん、売れてないですよ。いやいや、閲覧1000超えたらさすがに売れただろう。閲覧1000はさすがに売れただろう。俺もニコ生の時の3年目ぐらい、ニコ生やって3年目ぐらいがちょうどそんな感じだった。落ちるぞ。お前もいつかオワコンになるんだからな。続かないぞ、その人気。お前が思ってるよりも早く飽きられるからな。俺は予言しておくからな。お前が思ってるよりも早く飽きられるから、頑張れ。閲覧1000、1500とか普通に言ってたもんな。田中さん、変な洗脳やめとけ。変な洗脳なんてしてないよ、経験だ。脱走犯さん、配信者は賞味が短い。賞味期限短いよね。3ヶ月サイクルって言われてるからね。だから炎上を定期的に起こさないといけないんだ。悲しい定めだよね。俺らの悲しい生き方だから。カズ軍曹さん、ガチ配信で3000位。3000いった？え、3000いったの？あ、なんだ、ツイキャスの方もそっち側でやってんだ。ふわっちじゃ3000いかないもんね。あ、そう、すごいね。やっぱキャスの跳ね方すげえな、えぐい。脱走犯さん、カズ軍曹はスロットが結構安定やな。すごいね、やっぱね、やっぱコツコツ自分のコンテンツ持ってんのは強いよ。カズ軍曹パチンコ配信持ってるから、閲覧そこで絶対キープできるからね。それは強み、カズ軍曹の。炎上しなくても閲覧が持ってると、もう固定のファン持ってるから。雑談は1500人。あ、でもまあ1500行ったらすごいでしょ。雑談で俺行かないもん。俺行かない行かない。乗ってるね、いい波乗ってるね。行っちゃいな、もう向こう側に。もう向こう側に行っちゃいな。こんなところで遊んでる暇ないよ。叩かれるよ、こんなところで遊んでたら。もうそのまま行っちゃいな、向こう側に行っちゃいな。俺はもう諦めたから、そっち側に行くのは。持ってるやつしか行けない世界だよ、修羅の道。孤独だけどね、すごい孤独だろうけど、頑張れ頑張れ。
若さだよ。若さと勢いで経験できるもんと手に入れるものは全部手に入れた方がいい。今がチャンス。あ？カズグンソウさん、いやこの感じが好き。手を口に当てて頬を赤くした顔。俺はまったりだもん。昔からもう肩の力抜いてスローライフだから。要はもう配信のいざこざに合わなかった。それよりもね、なんかね、こうリスナーさんとまったりのほほーんって生きてって生きてくのを目指してるかな今は。脱走犯さん、確かに昔からスタイルは変わらんな。スタイル変わってないんだよね、実はね。だから急にブームが来たりとかするから、コントロール、そこをリスナー、そこで今リスナーさんの心をつかめるかどうかで多分変わるんだと思うよ。俺もう嫌になっちゃったんだもん、疲れて。マイペースがいい。やっぱ器ってあるんだよ、器。もぐらさん、おはよう。おはよう。も楽しめ。あ、俺楽しんでるよ。俺は楽しんでるよ。俺にしかできないライフスタイルやってるよ。あれ、金額ずれるな。俺は人生謳歌するよ。カズさん、おは、田中エロくて美人だよな、から抱きたいと思った。田中エロいけど、編集ソフト何使ってるの？エロいんだけど。カメさん、編集ソフトダヴィンチリゾルブ。おはようカメさん、風船ありがとう。田中エロくて美人なんだけど、俺はタイプではない。美人だなと思うけど、抱きたいとかオナニーしたいと思わないね。そういう感じじゃないんだよね。あ、まあまあモテるだろうなっていう客観的な感じで、俺がタイプのエロいって思う感じではない。あれ、金額ずれるな。いくらずれるんだろう。24、違う。カズさん、税額は悪そう。金太郎はドリタイさん、やらせてくれたらやるでしょ、わら。いや、俺やらないタイプなの。俺本当にあのセックス一番に求めるタイプじゃないんだよね、本当に。鳥さん元気ですか？元気だよ、見る？田中さん、ごめん、ぶつって聞こえなかった。よいしょ。はい。おはよう、さやちゃん、ペコちゃん。元気だよ、ほら。かわいいでしょ。今、羽の抜け替わりで釈迦またボロボロ。ペコはふっさふさ。まんまる。こんな感じね。脱走犯さん、釈迦。釈迦ペコ。釈迦はもうおばあちゃん。おばあちゃん。なんでこんなずれるんだろう。日報全然つけてなかったな。3600円もずれてるな。俺の売り上げ3600円どこ行ったんだ。ダメだね、日報ちゃんと前につけないとね。カズさん、あの子めちゃめちゃ可愛いけどトークが今一だから長く見れない。な、猫の目さん、猫の目、おはよう。どうおはよう。おはよう。脱走犯さん、昔釈迦がパソコン越しの鳥に反応してたの、ね、面白かった。子供の頃な、生まれたての頃な、懐かしいな。そう、釈迦が生まれた時、そう、ひなの YouTube 聞かせると、友達だ、探して、あの、友達どこって言って。可愛かったね。子供のひなの頃ね、4年前だよ、もう。なんでこんなずれるんだろうな。脱走犯さん、4年も前か。4年前だよ、だってもう4年経つよ。
次28日なんでこんな金額ずれるんだろう。カズさん、塾長が舞い降りた配信者ってみんな不幸になってないか？いやいや、それはないよ。ただ、なんだろう、俺は塾長、もう、なんだろう、なんかこの遊び方は配信好きじゃねえなと思ってたけどね、荒らしてるだけだなっていう。もう来ないでしょ、もう飽きたんでしょ。多分若い人なんだと思うよ、塾長、俺の予想。あの、年いってる投げ方じゃないね。あれ？ここも合ってるな。26日26、金額が3000円消えたよ。貴重な3000円がどこ行ったんだ。不思議。バッテリーがない。てかもうそもそも配信やるってこと自体で不幸みたいなもんだからそもそも論。カズさん、しきちゃんも700万投げられたけど今離婚騒動しとる、LP は破産。LP はなんで破産したの？ LP は300万ぐらいもらってたわけじゃん。なんで破産をしたのかがよくわかんないんだよね。なんなんだろうね。あ、ここだ。あったあった、見つけた。え、この日こんなに稼いでる、なんでだ。カズさん、私もわからない。脱走犯さん、お金で人が変わっただけだよ。お金で人が変わっただけ。いや、変わってないんじゃないかな。あった、ビタビタに金額あったわ。うん、オッケー。今月後半忙しかったな。弾丸塾撮影、撮影、統合フェス、タイムラプス撮影、うん、映画撮影、タムタムお見舞い、うん。すごい忙しかった。田中さん、アウトスッキリ。すごかったね、今月は。めちゃめちゃ後半忙しかったよ。うんこちびるね、これは。今日30だよね。アウトスッキリって何？田中さん、金額アウトってことだよ。金額アウトね、うん、いや、すっきりだよ、すっきり。
もぐらさん、弾丸塾って続いてるんだ。続いてるよ。弾丸塾の打ち合わせできてねえな。金太郎はドリタイさん、パフェをプレゼントしました。おー、パフェありがとう、金太郎さん。パフェありがとう。延長台に使わせてもらいます。ありがとう。なんかね、生放送との違いはやっぱりそのつまらないのはお蔵入りになるっていうところが圧倒的に違うかな。滑ったりつまらなかったりしたらお蔵入りになるっていう、それってない概念じゃん。あの生放送にはそれが面白いかな。だから使える部位使えない部位ってあるじゃん。要はね、放送コード引っかかりまくるんだよね。やっぱ八百屋とかも言えないの知ってる？八百屋さん差別用語なんだよ。だからそのなんつうんだろう、無理なんだよね。やっぱそこはね、やっててね、ギャップを感じるよ。やっぱり配信者タレントさんの違い。俺無理だもん、放送コードとかわかんないもん。八百屋ってなんて言うんだろうね。なんていう言い方が正しいやり方なんだろう。カズさん、八百屋詳しくはよう。わ、詳しくは分かんないけど、放送禁止用語なんだよね。ちょっと待ってね、今調べてみるよ。放送コード、放送コード、八百屋。確か八百屋って言っちゃダメなんだよね。八百屋、魚屋、床屋もダメなんだって。うん。屋っていう字には日銭稼ぎって意味があるって。うん。で、要は格下に見られるんだって。その年払いの商売をやってる人とかから。だから日銭を稼げる商売をやってるって意味合いなんだって。屋っていう字が。だから矢が使えないんだね。亀さん、聖火店、健太くんさん、だけど3をつけたらいいんだって。さんはね、3をつけたら OK なんだって。聖火店、あ、そうか。初見ですを5個プレゼントしました。初見です5個、ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、日報をつけ終わった。オッケーオッケー。腹減った。カズさん、日本語めんどくせえ。腹減ったな。日本語は複雑だからね。世界で一番難しい言語って言われたよ。まあ間違いなく世界で一番難しい言語だろうな。文字もめちゃくちゃだからね。高すぎたな。
カズさん、温泉どうだった？温泉良かったよ。ただね、あのメインのお風呂が清掃中で、で、なんか貸し切り風呂入ったね。そこ、斜面、こっちやねんさん、顔のバランス真ん中に集中してるよね。腹減ったな、何食べようかな。カズさん、ミサは。脱走犯さん、吉野家の牛酒定食食べたい。あ、牛酒定食ね。カズさん、踊り子乗ったの？乗らない。新幹線で帰った。割高になっちゃった。分かんなかった。もう検索したけど。でも、もう疲れて本当に倒れそうだったから、もういいやと思って、1000円、2000円で、この倒れたらしょうがねえと思って、すぐ帰ったもん。パーって。何行こうかな。カズさん、風呂から海見えた？ね、そこはね、行かなかった。あの、1時までだったか、1時からだったから営業時間が。他のおすすめのところ行ったよ。他のおすすめに行った。ルナさん、マックスポテトは？マックは昨日の朝食ったからいいかな、もう。カズさん、またオリジンのすき焼き弁当かな。オリジンのすき焼き弁当あんまうまくないんだよね。だったら自分ですき焼き作った方がいいかなって思うかな。うん、腹減ったな。何作ろうか。脱走犯さん、オリジンよりホットモット。あ、わかる。俺もホットモットの方が味は好き。でもね、ホットモットがないんだよね、この辺。さて、日報付け終わったデータは、今日何やろうかな。ゆっくり休んでもいいし、撮影してもいいし。また12月から忙しいんだよね。唯一休むなら今日だな。よいしょ、寝よ、ゴローン。休むなら今日。田中さん、ホットモットの唐揚げ弁当好き。あのさ、唐揚げを半分に切った海苔弁みたいなやつうまいよね。タレの煮込みハンバーグ、まあ、数家庭的なイメージだからな、まあ、ご飯ちゃんと作りそう。
カズはご飯うまそうだな、なんか本当にご飯上手そうなイメージね、あくまで。何食おう今日。休むのかダラダラするのか、なんか活動するのか決めよう。ん？出たいの？匿名係長。うわー、花火ありがとう。朝はお味噌汁に限る。あー、味噌汁いいっすね。おはよう。久しぶり。誰だろう。花火ありがとう。おはようございます。なんだろう、今日は飛ぶな。おお、久しぶり。元気？久しぶり。うわー、元気か。生きてたか。ありがとう、花火。なんだっけ？これか。1,2,3と。ありがとうございます。窓監督さん、映像編集38万5000。ありがとう。来る？出る？シャーちゃん。カズさん、オラ豚だから作って食べるの、うん、ピザとか何でも作るの。ピザも作るんだ、すげえな。ピザを作んの。おいで、うん、あーちゃん、羽また抜いちゃったの。ボロボロだね。カズさん、トンチキ88,888,888。どうしようかな。うんうん。カズさん、結局手作りがうまい。うまいよね。手作りがうまいんだよね。たださ、もう。田中さん、抱いててかわいい。うん、懐いてる懐いてる。なんだろう、こう時間に追われてるんだよね。もう5分でパッて買って食えるっていうのが結構味噌で。ビンボルトレーダーさん、うん、おはようございます。おはようございます。そこがね結構味噌なんだよね。もうね、やっぱ1時間ぐらいかかるじゃん、自炊って。だから俺の中では贅沢に感じちゃうの。自炊好きなんだよ。作った方がうまいし楽しいから、料理好きだから。だけど俺にその1時間さ、こう飯を作ってる時間がないんだよ最近。だったら寝ようとか、だったら体休めよう、だったら作業やろうって言ったよ。多分ね、その俺の私生活マジで一日見たらびっくりすると思うよ。マジでこいつこんなに動いてんのかって。延長します。自分で言うのもなんだけどね、めちゃめちゃパワフルに生きてるよ。さて、何しようかにょう。うい、ペコ、おいで、ペコ、ペコ、こっちは、ペコ、ペコは言うこと聞かない。今日はご飯でも作るかな。あ、静岡のそば買ってきたんだ。あちゃんさん、だからいつはどさんの1日 YouTube に撮ってくれるの、うん、カズさん、ある意味幸せ。いやだから、そんな時間ないって、本当に。俺も撮りたいんだって。あのね、撮影がまた大変なんだって。タイムラプス見て分かったでしょ。2日間24時間撮影時間設けて使える部位1分ないんだよ。そういう世界だよ。24時間カメラ回して使える部位が1分だよ。本当にえぐいよ。あちゃんさん、確かに忙しいから厳しいですよね、うん、と。いや、 YouTube 毎日上げたいんだけどね、ちょっと今いろいろ考えないと効率のいいやり方を。
どこを妥協してどこに力入れるとか、そのバランスが悪い今、もっとうまくスケジュール組んでいかないと。まあ悪く、カズさん、でも今楽しいんでしょ。まあまあまあ、だって求めてた生活だから。田中さん、時間ないとき冷凍パスタうまい、うん、冷凍パスタか、スパオーとかね。何こうかな。俺でもね、カップ麺食べないんだよね。配信者の中で多分意外だと思うんだけど、カップラーメンとかカップ麺食べてるの見たことないでしょ。あとポテトチップもあんまり食べない。甘いお菓子は食べるんだけど、なんだろう、そういうね、カップラーメンがうまいと思ったことないんだよね、人生で。貧乏トレーダーさん、 YouTube いっぱい上がってますね、うん、収益もまあまああるんですか。もぐらさん、まあまあ、最近リアルの仕事が嫌になる。なんでリアルの仕事って。あれじゃん、自分に嘘をついてるんじゃないの。人生一回だからやりたいことやった方がいいよ。カズさん、一平ちゃん好き。一平ちゃん派珍しい。俺はペヤング、圧倒的ペヤングで、次に UFO で、その次に一平ちゃん。ペヤングが一番うまいよ。たマヨネーズ入ってねえのがな、ちょっと減点だよな。カップ焼きそばはもう鉄板でペヤングでしょ。貧乏トレーダーさん、ソース焼きそばばかりじゃん W。 違う違う、焼きそばの中での話。僕らさん、嫌になるってか疲れるな。仮面後定番シューピカタレッドさん、ワドツ。はい、ワドツ。田中さん、外食か弁当が多いのか。セブンイレブン、ファミリーマート、マクドナルド、ココイチ、ドンマル、スーパーのお惣菜、オリジン弁当。あちゃんさん、焼きそばとマヨネーズなんてあんな美味しいんだろうね、幸せ。脱走班さん、焼きそば弁当も美味しいよ。北海道のやつね。北海道にしかないカップ焼きそば。焼きそば弁当俺あんまりかな。スープがつくんだよね。スープが作っつうか、あの捨てるお湯でスープ作るんだよ。カズさん、ペヤング群馬なんだよ。今伊香保温泉とペヤングコラボしてて、石段にでっかいペヤングある。貧乏トレーダーさん、オリジンいいよね。惣菜いろいろ買える。いや、俺はホットモットが好きだな。星健一、星さん、ワドツ。ワドツ。もぐらさん、配信者も大変かもしれないけど羨ましく感じる。いや多分ね、それ旗から見てるから。みんな言うのが、もう配信は絶対、生で見たリスナーさんが絶対言う、あ無理だっていう、こんなにハードなの無理だっていう。そうね、コメントを多分ね、この量をさばくのができないと思うよ。まず頭がパンクする。30分でみんなヘッドヘッドになるの無理無理無理。あのね、楽して稼いでると本当に思われてると思うもん。めっちゃくちゃ大変だよ。かつあの頭がぶっ飛んでないと無理だから。カズさん、東京うまいもんたくさんあっていいのは、うん、ないよ、うまいもんなんか。それ誤解だよ。高いよ。東京のうまいもんは2万3万する。余裕で。一人ね。一人2万3万は余裕でいく。地方の 2,3 千円のものを東京だと 2,3 万だと思った方がいい。だ金持ちは楽園なの、この町は。もう日本一のシェフが産地のうまいものを取り寄せて、で綺麗な夜景で3万とかで飯食って、何でもあるけど、金持ってない貧乏人からしたらただの働く場所だよ。この町は金をつかまないと楽しめない。
田中さん、何回頭爆発しそうになったんだ。もう数えきれないよ。人生のうち何回、さん、何回もだよ。この前、リア突したかったんだよ。糸しごさん、まあね、おはよう。おはよう。愛子ちゃん、アイテムありがとう。おはよう。愛子ちゃんにお礼言って。愛子ちゃんに。ペコ、愛子ちゃんがアイテムくれたよ。愛子ちゃん、おはよう。釈迦、愛子ちゃんにお礼言って。星健一、星さん、スイーツなんてどうでしょう。スイーツつかね、ご飯食いたい。なんか作る？ワドクッキングやる？今から。ワド飯。なんか作る？カズさん、今話題の吉高由里子。吉高由里子、クリソツ。脱走犯さん、見たい。ビンボルトレーダーさん、松屋の朝定食。松屋に朝定あるんだ。朝定すき家に行っちゃうな。じゃあご飯とか仕込むか。よっしゃ、帰りなさい。はい、はい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 。はい、さか。よいしょ。じゃあお米炊こう。お米を炊くぞ。あ、糸しごさん、たまにはこういうアングルもいいわよ。うん。田中さん、そば、うん、にするんやないの？そばね、買ったんだよね。そば買った。見る。糸しごさん、もう裸？裸。俺もう最近もうダラダラだから。旅に出る前の、旅に出る前のケーキがある。やばい、これはやばい。これはそば好きだから、静岡茶そば生麺。のんちゃんと食べようと思ったけど、のりこ帰っちゃった。静岡茶そば2人前で600円だった。生そば、これいつまでだろう。これは3月。あ、結構持つんだね。で、これが楽しみ。大葉入りのわさび、これ500円した。めちゃくちゃうまかったんだよ、伊豆のわさび。ツーンだよ、ツーンだよ、ほんとスコーンってくる。昔のもううまいわさび。これカズさん、生おろし絶対うまいやつ。いや、これは茶そばにこの大葉わさびね。大葉入り買った。大葉だから、こう大葉のスコーンってくるわさび。え、原材料西洋わさび。え、伊豆のわさびじゃないの？何これ、騙された気分なんだけど。え、西洋わさび。田中さん、大葉入り始めてみた。なんか大丈夫？大丈夫。西洋わさびを混ぜてるんだよね、伊豆のわさびね。うん、いや、あの伊豆のわさび、わさび好きな人、カズさん、あっぽられた。伊豆のわさびお取り寄せした方がいい。本当にうまいから、伊豆のわさびはスコーンってくるよ。もう辛い、激辛。うわ、ジュースがある。ジュース飲もうぜ。ジュース発見、ジュース発見。 KP ジュース、グアバジュース。あ、そうそう、やっぱね、旅配信のやった時の課題で、まずバッテリーをあと2つ買う。要はこのバッテリーが死んでるから、このバッテリーがもうダメになったから、あの小型バッテリーを2つ買うのと、あともう1個携帯電話ないといけないと思ってたんだけど、 iPhone って高いじゃん。6万とか7万とか余裕でするじゃん。で、 iPhone 新しいの買うんじゃなくて、 iPod Touch 買わない？ iPod Touch、それだったら2万で買えるんだよ。で、 iPod Touch を Wi-Fi につないで配信用にするの、 iPod Touch を。で、調べ物、地図とかのアプリ開くときはこっちの携帯電話開いて使ったり、調べ物とか、あの LINE を返すとか、配信中の配信機材の iPod Touch 買うの。そしたらカメラのリモコンとかこっちに使えるのよ。これが多分ベストじゃないかな。バッテリー2つ買って iPhone とかを買うんじゃなくて、そしたら多分最安値で
なんだろう、配信しながらいろいろできるっていう。よくよく考えたらそれがあると思ったんだよね。 iPod Touch 2万だった、調べたら。もう、なんで iPhone がさ、 iPhone がさ12万とかしてさ、 iPod Touch が 2,3 万で買えるっておかしいよね。だって原材料ほとんど一緒でしょ。ぶっちゃけ SIM カード入るんじゃないの、 iPod Touch って。よくわかんねえよな。なんかね、静岡に行ってね、映画のストーリーがだいぶ、それが不思議なんだけど、脚本書けなくて困ってたじゃん。静岡に行ったことが原因じゃないんだけど、脚本がね、イメージが進んだんだよね、セリフとか。なんか多分その映画を、まあ静岡がどうこうっていうよりも、静岡に行った課題、静岡に行って映像編集してる時に、あ、こうやって作るんだみたいなものがだんだん見えてきたね。ノリノリアット埼玉さん、編集ソフトは何を使うのですか？俺が今使ってるのはダヴィンチリゾルブですね。ダヴィンチリゾルブですね。だいぶ見えてきたな。あんまり聞いたことないソフトだと思うよ。映像業界の人は必ず知ってるけど、
一般的にはまだ広まってないソフトだから。ゾスさん、初見だぞ。うん、初見さんいらっしゃい。あれだね、多分この人は足立満作品リスペクトしてるんだね。わかるよ、浅倉南リスペクトだよね。南はいいお嫁さんになるんだぞ。あの前鏡になりながら腰をくっておってだぞ。だぞって使ってる女の子会ったことないけどね、33年間生きてるけど。何なんだろうね、あの足立満の喋り方。っていうかタッチ読んだんだけど、この前一巻ちょっといいな、足立満いいな、やっぱりな、世界観いいな。ゾッさん、え、そんなの知らないんだぞ。嘘、足立満知らないの？タッチとか読んでないの？多分もうダゾの元ネタは多分なんだけど、足立満が原型だよ。全てのダゾの語源は女の子が前鏡になってなんとかだぞっていう、あのキャラクターは足立満作でしょ。知らないんだ。そう、ハートマークつけてダゾって。足立満の作品読んだ方がいいよ、ダゾさんは。マジか。ゾスさん、勉強になったんだぞ。タッチ全巻欲しいな。タッチ読みたいな。ラブコメの王道、野球ボクシングラブコメしか書けない人。すごいよね、野球とボクシングと恋愛だけでずっと作家人生を送ってるんだよ。飽きないのかな。でも面白いんだよね。毎回同じ展開なんだけど、設定だけ変えて毎回同じことするんだけど、すげえ面白いんだよね。タッチは読んだ方がいいよ。もぐらさん、あれ、ケンさん、おはようございます、うん、うん、まっ。ゾスさん、バレチアタンだぞ。うん、何食べよっかな。ピザトーストなんか、カズがピザ作るって言ったらピザトーストもいいな。田中さん、それ酒か。酒っていうか、モンラブくんさん、キツネ枠やってきた。キツネ枠やってきたの。おかえり、ノンラブくん。おかえりだぞ。なん、ピザトースト。何食おうかな。ルナさん、うまいんか、それ。田中さん、アロハ陽気だな。
グアバジュースうまいよ。グアバジュース結構あれだよ、スーパーにあったら必ず買うよ。うん、うまいよグアバジュース。グアバネクターだね。いや、ピーチネクターのグアババージョン。さん、ワドウだぞ。よ、はいぞ。あちゃんさん、ワドサーあんかわいい。あ、いいよね。フィリップ三世だから。ゾスさん、かわいいんだぞ。そう。あ、耳から綿が出てる。あ、じゃあこういう作りなんだ。不良品だと思ったら近かった。田中さん、うん、かわいい手をパー。ボクシングもできるから。ニンニさん、おはよう。おはよう。中野ブロードウェイで出会ったんだよね。のんちゃんこれ抱きしめて寝てるから。のんちゃんずっとこれ抱っこしてんの。これもぐらさん、今日は朝日が良くない夜だぞ。だぞ。何にしようかな、ご飯何食べようかな。にんにさん、かわいい。うん、俺ものんちゃんとお揃いで欲しいんだよね。これストラップついてるから腰に下げておきたい。ベルトに挟んでね、連れ回したり。あちゃんさん、しかし渋谷は人多かったな。渋谷で飲んでたんだ。かっこいいんだよ、しかも。かわいい、かわいいだけじゃなくて目つき結構イケメンだから、この子。いいよね。キリッとしてる。何食べよっかな。ご飯何にしようかな。ご飯。あちゃんさん、その子の名前は何。フィリップ3世。裸だから照れちゃうんだぞ。フィリップ3世だよ。フィリップ3世、うん、尻尾もついてる。フィリップ3世だぞ。のんちゃんとデートした時に買ったんだ。アメリカから来たらしいよ。バスタに行きたいぞ。バスタ。ニンニさん、フリップ賛成。フィリップじゃないフィリップ。あちゃんさん、フィリップ賛成。そう、フィリップ賛成。のんちゃんがイタチを飼ってたのね、昔。イタチを、でイタチの名前がフィリップだったので、フィリップはもう星に帰ったの。フィリップ三世。そう。で、フィリップ一世はもう天に帰ったの。もう一匹買うべき。で、フィリップ二世は、今、のんちゃんの家に飼ってるのがフィリップ二世なの。猫のフィリップがいるの。で、猫のフィリップが、俺に家に遊びに来たらいないと寂しいからって言って、フィリップ三世になった。そう。三代目フィリップ。のんちゃん家にいるのがフィリップ2世だから。ジェダイは好きくしらだぞ。うん、爪もちゃんと生えてるよってよ。あちゃんさん、なんてほのぼのなんだ、癒される。うん、ゾスさん5時だぞ。うん、ご飯何作るか決めないとな。
お味噌汁、あら汁飲みてえな。田中さん、黒猫ってなんだか品がある。わかる、黒猫は品があるよね。わかるわかる。ゾスさん、ジェダイは好きかしらだぞ。ん？あ、質問だったのか。ジェダイさん絡みないかな。一回も会ったことないな。で、放送もあんまり見たことないから、好きとか嫌いとかあんまりわかんないけど、なんか面白い人だよね。あんまり交流がないぞ。交流がないんだぞ。まあ多分なんか会ったらいい人なんだろうなっていう。俺会って決める人だから、会わないとわかんない。会って決める人、俺は。会って目を見ないとその人好きか嫌いかわかんない。いい目をしてる人は好き。了解だぞ。うん。いい目をしてる人は好き。腹減った。何食おう。何食べよう。何食べようかな。あ、オムライス作る。オムライス。オムライス作ろうかな。オムライスどう？オムライス。オムライス。どうかな、オムライスどうかな。田中さん、ふわとろ食べたい。あちゃんさん、いいね、オムライス。ねえ、オムライスね。オムライス作ろうかな。家庭的なやつだよ。チキンライスのオムライスだよ。オムライスにする？オムライスにすっか。オムライス作ろう。よっしゃ、冷蔵庫チェック、冷蔵庫チェック。さあみんな、小倉さん、良いんだぞ。さあみんな、今日はオムライスを作るぞ。そんな中で冷蔵庫のチェックから入ろうか。統合フェス、ここに貼った。あちゃんさん、チキンライスのオムライスとか最高すぐる。チーズがあるからチーズオムライスにできるでしょ。延長します。延長代アイテムください。1月の16、え、2018年、え、え、2018年1月。ゾスさん、冷蔵庫チェックだぞ。ん、今年あれ、ちょっと待って。これは食べれるやつか。ノリノリアット剣棒のおばさん、ジューン。これダメか。なんでこんな未開封でこんな感じなんだろう。任に3定期、時間のあるときは延長をするので延長アイテムお願いします。これダメだよね。なんでこんな古いのがあるんだろう。これアウトだよね。アウト。フグセンさん、いけるいける。ゾスさん、いやいや大丈夫だぞ。あちゃんさん、だいぶ過ぎてない？ゴミ箱だ。 W わらわらわら。これゴミ箱だ。チーズオムライスだからチーズでしょ。それダメだよ。ノリノリアット剣棒のおばさん、半年以上過ぎてる。あー、これ旅に出る前のやつだから、のんちゃんに食べてって言ったのには。半年じゃない、10ヶ月だよ。あー、ケーキに、これ食べれるかな。2011年、それ食べよ。4日。え、のんちゃんに食べてって言ったのにな。これ無理だよ、生クリームダメだよね。もったいないね。もったいない。これ栗の、イタリア栗の300円もすんのに。え、これ無理かな。4日、無理だよな。死ぬよな。やめよう。え、どう思う。
え、これめっちゃ食いて。本当によ、だってに、これ旅に出る前のやつだよ。あちゃんさん、ケーキは大丈夫なの？え、嘘、みんないけるの？じゃあ食ってみよう。ノリノリアット健保のおばさん、私なら食べる。じゃあ食ってやるよ。じゃあマジでいける？ゾスさん、チーズ全部食べた花火あげるんだぞ。あちゃんさん、私もは無理でしょ。田中さん、ちょっと食べてみて、ダメだったらやめれば。フルセンさん、いけるってノーガード。カズミチ、ボスさん、おはようございます。おはよう。賞味期限4日だよ。オムライス作る。延長代ありがとう。延長代ありがとう。4日だよ。大丈夫かな。ロッサリさん、ケーキは大丈夫。本当に言ってる。生クリームとか使ってる。え、絶対無理でしょ。ケンボのおばさん、大丈夫。本当に言ってる。5日過ぎてるんだよ、5日賞味期限。ロッサリさん、メガホンを3個プレゼントしました。メガホンありがとう。あちゃんさん、みんな本当に言ってる。じゃあ食うよ。ソスさん、一気だぞ。ノリノリアットケンボのおばさん、ほんまほんま。ニンニさん、ケーキはド監督氏の彼女ののんちゃんの飼ってた犬がフィリップ1世、次が2世はド監氏の家にいる黒のぬいぐるみがフィリップ3世です。フグセンさん、冷蔵庫に入ってたんだろ、余裕。しかも冷蔵庫の電源が1日切れてたんだよ。あ、いけるわ。ニンニさん、あ、いけるいける、余裕余裕余裕で。どう？美味しい？うまい。余裕だわ。それが和道の最後の言葉だった。ソスさん、明日やばいんだぞ。大丈夫だよ、余裕だよ。うん、うまっ、うん。すげえ、ケーキっていけるんだな。うまっ。あちゃんさん、そんなドヤ顔されても、わら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 。4日前に賞味期限過ぎた、うまっ。ニンニさん、ぬいぐるみ猫だよね。うん。うま。田中さん、モンブラン、熟成済み。熟成済み。うまっ、うまい。あちゃんさん、のんちゃんにも分けてあげて。のんちゃん帰った。俺の隣に、ここ、のんちゃんの寝床だから。フィリップがいるでしょ。あちゃんさん、あれ、今日はいないのか。いない。うまっ。ニンニさん、定期はド監督氏の彼女ののんちゃんの飼ってた猫がフィリップ1世、次が2世はド監氏の家にいる黒のぬいぐるみ猫ががフィリップ3世です。っていうことは、ケチャップはあるよ。ケチャップはある。うちにはハインツがあるから、ハインツがケチャップあり。オッケー。チキンライス、チキンライスはどうやって作るんだ。玉ねぎ、ちょっと待って、考えよう。玉ねぎ炒めて甘みでしょ。緑の玉ねぎには鶏肉、鶏肉。金魚姫さん、おはようございます。おはよう、金魚姫。玉ねぎ、あちゃんさん、鶏肉あるの？鶏肉ない。鶏もも、ピーマンだね。ピーマン、玉ねぎ、鶏もも、ピーマン、あとなんだろう。玉ねぎ、鶏もも、ピーマン。田中さん、卵。卵だ、そうだ、卵。玉ねぎ。ニンニさん、鶏ももじゃなくても胸でもいいよ。
俺ももが好きなんだよね。胸肉あんま好きじゃないんだよね。まあいいや、鶏肉とピーマンと玉ねぎとコーンっている？コーンっているかな。だからトウモロコス食いたいな。コーン入れちゃう？コーンダメかな、入れたら。どう思う？あちゃんさん、いいね、朝からいい男がチキンオムライス作るだなんて。うん。ニンニさん、冷凍のないの？ない。田中さん、ミックスベジタブル入れたりするよね。あちゃんさん、コーンはいらない。コーンいらない。金魚姫さん、入れてもいい。うん。玉ねぎ。本当はデミグラスソースで作りたいけど、一手間かかるからな。ちょっと無理だな。どうしよう。迷うね。どうすっか。なんか鶏肉とピーマンと玉ねぎと卵とチーズでしょ。なんかもう一つ何かが足りない気がする。もう一つ足りない気がするぞ。なんだろう、これだっていうのないかな。なんだろう。ニンニさん、ピーマンなくてもいいと思うけど。俺ピーマン入れたい。田中さん、牛乳卵に入れたらふわふわ。入れない入れない、牛乳なんか入れない。なんだろう。あちゃんさん、ウインナーちちゃく切って入れたら美味しいよ。あー、でも鶏肉あるからな。マッシュルームうちは入れる。フグセンさん、ウインナー、サラミ、なんか違うな。なんか違うな。田中さん、ニンニク。ニンニク入れたらちょっと、まあまあ、ニンニク入れる？ニンニク、なんか味が大変なことになりそうだね。ニンニクありえない。ニンニクはチャーハンだな。ちょっと違うよ。フグセンさん、キノコ類。キノコ類。いやー、キノコじゃないな。バターじゃない？バターじゃないかな。金魚姫さん、そうだ、バターだ。コクが出るんだよ。亀さん、人参。バターじゃない、これ必要なの。バターチキンライスにした方が。ニンニさん、キノコ類はデミグラスとかに混ぜるといいかも。ちょっとカロリー高そうだな。バターないの？バターあるかな、見てくる。フグセンさん、具じゃなくそ、死刑かよ。バター。あちゃんさん、あ、バターは間違いないね。バターじゃないのかな。オリジン弁当でいいや。だるい。俺お腹すいたもん。もうオリジン弁当でよくない？フグセンさん、まあそうなるわな。でしょ。だってさ、こんだけ食材買ってさ、1500円ぐらいいくじゃん。一人暮らし余るんだよ。俺3日間もさ。ニンニさん、いいよ。金魚姫さん、手っ取り早く。だから結局ね、3日間俺オムライス食う羽目になるんだよ。へこむじゃん。あちゃんさん、結局オリジンか IW。 いやだって家族とか彼氏とか彼女がいるんだったらわかるよ。子供がいるとか安いし、3人分作れて。あちゃんさん、まあでも美味しいもんね。俺3日間オムライス食う羽目になるんだよ。
悲しいよな。これが一人暮らしのダメなところなんだよ。こうなるんだよ結局。金魚姫さん、一人分なら弁当の方が安い。安いっつうか時間だよな。時間効率が半端じゃなくいいよな。こうなるんだよな結局。鶏肉今売ってる店あるのかな。24があるから多分あるでしょ。新宿24のスーパーあるから。大丈夫。オリジン弁当行くか。オリジン弁当行こう。着替えるわ。Wi-Fi 充電してない。一旦放送切っていいですか。買ってきてここで飯雑やっていい。 Wi-Fi 充電してなかった。すげえかっこいい。気づかなかった。ポケットの裏にリーバイスヴィンテージって入ってる。モンラブくんさん、いいですぞ。ほらリーバイスヴィンテージ、ヴィンテージ。金魚姫さん買って。ヴィンテージコットンって入ってる。やっぱ高いやつはこれが入ってるんだよ多分。リーバイスヴィンテージコットンって裏側に入ってた。田中さん、洒落てるな。ね、ていうか501まだ袖通してないんだよね。色もだいぶ違うよ買った時とね。だいぶ違う。もう超いい色になった。元の色これだぜ。全然違くない。ニンニさん、オリジンオムライスなさそうだね。金魚姫さん、見えないところのおしゃれ、こっち赤耳。501だから赤耳。これまだ履いてない。でもそろそろこいつ洗わないとな。もう何ヶ月履いてんだろう。ファーストウォッシュしようかな。気合い入れて。色がね全然違うよ。のんちゃんのやつはこの色になってないもん。こっち側の色だもんね。まだ履いてないから。なんかいいよね。なんかこう綺麗なブルーだよね。ニンニさん、ベルトはいつのなの？え？何？ベルトはこれテルがくれたんだよ。沖縄で俺ノリコからプレゼントされたベルトをなくしちゃったのね。
のりこか赤いベルトくれたんだけど、金魚姫さんシワがかっこいい。そしたらあのテルがあのこれくれたんだよ、ベルト余ってるからあげるよっつって。なんか高いやつらしいよこれ、なんかブランド品のベルトっぽい。このベルトかっこいいよね。なんだっけ、トミーって書いてある、 TOMMY トミーって書いてある、トミー。シワ育てたかんね、いい感じに育ったかんね。じゃあ俺弁当買ってくるわ、行ってきます、バイバイ。